はい、皆さんこんにちは、レイです。プランタンでですね、ちょっと朝エステしてから来ました。今信号渡ったところに高田純次さんがいましたね。街ブラ散歩のロケじゃないですか。いいな、自分もああいう街ブラ散歩ロケしたいな。まあ、バイク TV でバイク散歩をしてるから、まあ、似たようなもんだと思うんですけども、で今からですね、新宿でナレーション撮りの仕事がございます。こんな感じでですね、ゆったりとやっていきたいんですけども、前の車がバチバチにかっこいいですね。すげえかっこいい。いいなー、楽しそうだな。ランボルギーニじゃん、かっこいい。デザインの力ってやっぱすごいよな。今2速でもう今日はオートマ発進しましょう。さっき高田純次さん、なんかカメラ連れてるなと思って、何のロケかなと思ったら、あの距離でもやっぱ分かるってスーパー芸能人ってすごいですね。まあ気になる方巻き戻して見てみてください。さてさて、初台南まで20分、熊野町ジャンクション2キロ。まあまあこっから新宿だから下道でいいかな。ちょっと時間がギリギリかな。アクセル一速戻しちゃった。2でいいんだ、2オートマで。もうちょっと経つとですね、イタリアモーターサイクルショーエイクマの時期になるんですよね。今年も現地行くんですけども、つい最近までですね、手元にあったヤマハのトレーサーとかですね、 YZF-R9 とかですね、まあ、ヤマハこの時期にやっぱりどうしても翌年度のカラー必ず出てきますから、R1 しかりですね、いろんなものの来年カラー、あるいはなんかこうニューモデルがあるのかなっていうのを楽しみにしてるんですけども、他に今ドゥカティのパニガーレをですね、生で見たいと思ったら、もう国内に全然あるんですよね。そして MV アグスタはですね、どんな新しいものを発表してくるんでしょうか。まあ、KTM のグループに入ってからですね、より一層強くなったので、この先の開発のサイクルが早くなるといいですよね。で特に僕もこの間久々にですね、 F4乗って、遊んできたんですけど、やっぱ F4 は格別なんですよね。 F4 じゃなくてもいいから、ブルターレでもいいから、もう新型の4気筒を乗りたいな。アグスタの4気筒ってね、やっぱアグスタじゃないとない、アグスタにしかない面白さがいっぱいあるんですよ。それを味わいたいな。ちょっと流れた。今朝はサロンドプランタンで、まあ、お肌のケアですね。最近なんだかんだ外仕事がまだまだあってですね、で今日は結構寒いんですけど、なんか思いのほか日差しが強いところに結構いる時間があってですね、まあ、定期的に脱毛であったりとか、まあ、肌そのもののケアとか通ってるんですけど、まあ、そろそろねこの年になってくると、なんかアンチエイジングってことをちょっと考えておきたいじゃないですか。一生ね楽しく華々しく遊ぶためには、ということで朝一でですねエステ行きまして、もうさっぱりしまして、もうねこのままお風呂入って寝れたら一番いいんですけど、今日は、まあ、ナレーションをちょっとやって、でその後一旦家帰って、でその後車で、翌日千葉テレビの週刊バイク TV の収録があるので、千葉に向かいます。ちょっと変則的な行動で、車でロケ先で一番ロケが終わる場所、最後の終着点に車を止めて、電車で千葉テレビに移動してホテル泊まるという。だから荷物、普段だったら、まあ、パソコン持ってって、バイク服あって、着替えがあってとか、もう遠慮なくフルセットで行くんですけど、まあ、それがね車移動のいいところで、だけど今回電車乗ってちょっと移動が大変そうなので、もう荷物最小限に減らして、なんなら最初からバイク服着てっちゃおうかなっていう、計画なんですけども、ちょっとその辺のですね、仰々しさに、まあ、軽いですね、なんかこう圧を感じましてですね、ちょっと楽しいことしたいなと思ったら、あるじゃないですか、ドラッグスター RCSCS が。こんな楽しいものがあったらですね、時間さえあれば通勤乗りますよ。さあ、あっという間に初台。ここのですね、白い大きな建物、東京ペラシティでしたっけ、ここの裏にあるテニススクールがあるんですけど、一時そこ通ってたんですけど、そこから今はですね MTS 三鷹っていうですね、増田健太郎師匠のスクールにお引越ししましてですね、そっちに通ってるんですけど、いやーがっちりテニス肘やっちゃいましてですね、すごいですね。お医者さんに見てもらったら骨変形してるって
すごいね、そんなことになっちゃうんですね。腕痛いけどね、バイクでね、F4 でサーキット走った感じ、全く痛くなくてですね、バイクって慣れると疲れないところがいいですね。テニスもね、そうやって脱力して乗れるようになったらいいんだけど、先は長いな。さあ、この西参道口、右に行くとですね、ちょっといいお店があったりとかするんですけど、今日の目的地のスタジオはですね、もうちょい行ったら右曲がってすぐ。帰りは新宿で飯食えるかな、時間あるかな。あと9キロまっすぐ走れば日本橋、4キロで四ツ谷。東京ってちっこくて移動がしやすいとこがいいんですよね。なんか大事な場所がだいたいすっごいちっちゃなとこにギュッと集まってるから、もうバイク移動とか、まあ、特にスクーターですね、ベスパ移動なんかしちゃうともう超気軽で楽しくて。あ、ちょうどこの間、今まで所有したバイクで思い出に残ってるバイクでしたっけ、それからなんか手放して後悔してるバイクだったかな、のランキングやってくださいっていうですね、コメントいただいて、まあ、トップランカーがベスパかな。あれ、俺ここで曲がるの早すぎた。いや、あそこに都営新宿線の入り口あるから、これ右に行ってしばらく行って曲がったら JR 病院とかあるはずで、代々木でしょ、合ってる、間違ってない。で、あそこもう新宿ですよ。で、左行ったら都庁ですよ。まあ都庁もう超えた。今日ね、こんな空模様です。ちょっと軽く曇り気味かな。でもね、日差しがそんなになくていいですね。これぐらいだとなんかこういう軽装でパッとバイク乗れていいですよね。明日のロケの天気はどうかな、まあ、雨降ってもレインウェアいっぱい持ってるから全然気にしないんだけど、やっぱね、億劫だから晴れっていいですよね。いやー、気分いいな。早い時間からこうやってバイク乗ってると気分いいですね。今53分、おっと時間ギリギリ、ロングギア、プリーズシフトダウン、はい、ごめんなさい、2速にしました、ごめんなさい。じゃあスタジオ行って、その仕事終わったらまたカメラ回しましょうか、後ほど。さあ、ということで無事にですね、お仕事終わりまして、またドラッグサーで走っております。あー、いい天気だな。暑くもなく寒くもなく理想的ですね。で、そんで今狭い路地裏ぐりぐり走ってたんですけど、やっぱSCS ってオートマっぽく乗れていいですね。もう発進時も2速で僕そのままゆったり出ちゃってます。ちょっと3、4、5、6とかダメなんですけど、2だったらほぼオートマ固定な気持ちで楽に乗れていいですね。で、クラッチの心配しなくていいとなると、やっぱ相当気が楽ですよね。あ、この車線 D や、首都高って書いてある、あれ、これ首都高乗っちゃうんだっけ。で、ブリッパーそのまま使って1速まで落としたと。なんてシンプル。山手通りはちょっと混みそうかな、違う抜け道で行こっかな。なんか東京の道って結構慣れちゃうとシンプルなように思うんですよ。まあ首都高も乗らないと分かんないんだけど、乗るとあくまで環状が C1、C2、C3 って輪っかがあって、その輪っかを他の道が貫いていってるだけなので、慣れると結構シンプルで、東京の道も、まあ、環七の外はシンプルなんですよね。で、環七の中のとこも、まあ、皇居を中心に、だから凱旋門の周りに放射状に道が走ってるんですよね、パリに行くと。でもそれとそんなに変わんないというか、なんか主要な自分の好きな通り何本か慣れると、あとはそこから分岐するだけなので、東京を来て、例えば出張とか旅行で東京来て、でレンタルバイク借りて、なんか僕が走ってるエリアとかパッと走るのは多分ね、分かりやすいと思うんですよね。で、街自体ちっこいから、まあ、走ってもどっか知ってそうな、響きが分かりそうなとこにたどり着けるというか、なんかこういう狭い路地裏とか入ってちゃうともう地獄見ますけど、そうじゃない、これなんて上、これ首都高4号線で中央道ですよ。だからこれずっとほぼ一本で続いてるし、高速の下走ってれば、まあ、大体太いところ走ってるから、有名なとこから有名なとこにしかつながらないし、分かりやすいと思うんですよね。あー、ドラッグスター軽くていいな、軽快、スイスイ。あ、ガ
ソリン入れるついでにちょっと空気圧チェックしたいな。ちょっとね、前輪抜けてるんですよね。さっきアミちゃんと仕事してたんですけど、明日はなんか雨が降る予報に変わっていってるということで、何着るつって、いやもう全然アロフト着るつ、いや全くもって早すぎるんだけど、まだアロフトの季節じゃないよ、どうしようかな。なんかフォワードが今結構ちょうどいいんですけど、だけど明日乗るバイクがそっち系統じゃないんだよな。確かね、 BM の R18 と S1000R か M1000R かな、ちょっとアドベンチャーラリースーツじゃないよな。でも R18 と S1R でも全然違うよな。まあそういう時に、困った時に何でもこうカジュアルに乗るっていう、なんかフォーマルにしようとするとそれぞれ道が違うからあれなんだけど、どっちもカジュアルにこうドレスダウンしちゃうと同じウェアでそういう形問わず全部いけちゃうパターンのやつってわりかし作りようがあるから、明日はその作戦かな。ちょっと前のあそこの高収入求人スマホで探そう、ガールズヘブン、ちょっとこの広告よろしくないね。ということでもう急遽ここで終わる。続きはまたこのドラッグストア走っていきますのでご期待ください。ではまた。